いろんな国の状況で思い起こすような内容をフレンダイズの中に盛り込もうと思って描きましたので、それはその地域をかだけを考えたわけじゃないんですけど、過去の歴史をずっといろんな国の状況を見ると、そういうことが常に起こっていたというのが分かりますので、そういったものを盛り込んだだけなんですけども、たまたまその時いいタイミングで見ていただけたんだとは思います。日本も長い歴史の中でたくさんの国が戦争をしながら歴史を作ってきてますので、そういったものが人間の心の中に深くあるんだと思うんですね。そういうものが共感を呼んだと思います。